響きを作り出すのに僕が一番大事にしてること、はい、これはね体から抜けちゃってる、うんうんうん、体大事ですからね、うん、そうだから一番大切にしてることは、この番組はクロスボサルテクノラウンドリズムーす。さあ、リンジの鈴木さんです。ありがとうございます。はい。いや、久々ですね、この絵。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。お願いします。あれ、いつでしたっけ？ 3,4 年前ですか？2020ぐらいかもしれません。4年ですね。うわ、そうですよ、大人になりましたね。大人になりました。あの時、っていうことは私30代だったんですね、あの時。そうです。あ、恐ろしいですね。37とかですか？そんぐらい。そうです、そうね。おそらく41になってしまいました。あら、わーい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に10万人おめでとうございます。あ、そうなんです。ありがとうございます。いや、本当にそうなんです。10万人記念コラボということでですね、矢崎さんに登場いただいて、ありがとうございます。今日はちょっと動画を撮らせていただこうと思っております。はい。でですね、それこそ4年ぐらい経って、うん、めちゃくちゃ僕ら歌うまくなったじゃないですか。多分自分で申し上げるのはあれですけれども。いや、でもやってるからね。やってるんですよ、うん、やってるから。やってきた。言わせてよ。いや、そうなんですよ。やってきたのよ。やってきた。そうですよね。そうね。めちゃくちゃ練習しまくっていたこの実は4年間でして、はい、でこの間に、まあ、いろんな、知見だとか技術だとかを得たじゃないですか。出ました、我々賢者たちから。数々のね、賢者たちからですね、学び得たものがたくさんありますので、はい、あのそんな我々からですね、歌で大切なこととか、そのあたりをですね、あのまだあの私葉月さんから何も伺ってないんですが、はい、で僕からもあんま話しないんですけれども、あの2人で話していこうじゃないかというところで、あの1本目動画を回させていただきたいと思っております。はい。なのでありますか、そういうの。まだ伺わないですけど。いっぱいありますけど、思いっきり目に映ってますけど。処理しておきますんで。歌で大切なことを、まあ後で詳しくやっていきますけども、うん、でもこのチャンネルを見てるような、はい、皆さんの気持ちめちゃくちゃ分かるんですよ。なるほど。なぜなら俺もめっちゃ見てるから。ありがとうございます。その、まあ、魔法のチャンネルもだけど、ありがとうございます。他のボイトレチャンネルさんとか、あ、はいはいはい、未来見ます、うん、勉強します。葉月さんもご覧になられてるらしいですよ。もちろんですよ。その、できないことに関してはやっぱ勉強したいじゃん。早くやれるようになりたいから。これが大事ですよね。いやいや、そう、あんたもそうやろ。いや、そうですね。そうでしょ。はい。で、そういっぱい見るから皆さんの気もすごいわかるんですよ。あら。で、その中にある、はい、何、はいはい、なんでしょう。みんなの気持ち1位。おー、はい。1位ですよ。はい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 。そのボイトレの先生の人が言っとることがわからん。わからんすね。そんなことを裏声と地声を混ぜる。無理だと。無理だと。無理無理無理でしょ。いや、わかります。無理じゃないですか。無理じゃなかったらもう、そうね、すぐできてたらもうその人はもう今見てないと思いますから。確かに確かに確かに。いいですよ。そうだから、うん、もうね、いいですね。テクニックが確立されすぎてる人の話はね、あ、はい、ちょっとね、分からんのですよ、時に。そっからスタートしちゃいますからね。そう、できてますよの前提でスタートしますからね。そうなんですよ。そう、だから俺はね、他のこのチャンネルに出てる他の神々よりもみんなの気持ち近い。あ、なるほどなるほど。そう、発展途上だ。いや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 。この謙虚さでございますけれども。いやいやいや、まあなので、ね、あの、そんな、いや、素晴らしい、嬉しいです。僕もそれ嬉しいので、なので、あの、参考になる方たくさんいらっしゃるぞということなんで、そうですね、ぜひ最後までご覧くださいと。こんな感じで、このチャンネルでは日々、発生関係の話とか、リアクションとかですね、いろいろアップロードしますんで、まだチャンネル登録をすべきない方は、この機会によろしくお願いします。はい、葉月さんのチャンネルも登録お願いします。じゃあ、本編でございますけれども。歌の話？そうですね、歌の話。なんだっけ？なんかまあ、大切にしてること？大切にしてることとか、大事なこととか、そういうテンションですよね。ここで僕は、はい、心とか言うつもりはないんですよ、はい、おゼロパー。葉月さんらしいっすね。この間あのシャウトの感覚伺ったじゃないですか。はいはい、ありがとうございました、その件について。ああ、いやいやいや、先日動画にさせていただいたんですけど、はいはいはい、その時もやっぱ垣間見えたのが、うん、もういい意味でメカニカルっていうか、うん、物理でしょ。そう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 。物理なんですよ。物理精神じゃないんですよ。そうそう。スピリットの部分はそうそうそう全然ない。それが見えてないなと思って。それは昔からなくて。ああ、そうなんですか。やっぱインタビューとか受けると、はい、この曲を通じて何を伝えたいですか、言いたいことは何ですかってすごい聞かれることが多くて。あ、はい、基本でもない。歌詞とかもそうですもんね。
そう、もともとは昔なんてだって、昔リンチ歌詞なかったからですよね。そうっていう時期があったぐらいですから。なんでそう物理なんでYouTube チャンネル向けかもしれないが、確かにどうですかね、どうですかね、僕これ何位からいく、時期によりますよね。時期なんかその要は積み上げてきてるじゃないですか。はいはいはい、はい、その積み上げ初期のこととかが今に至るまでね、ちょっと変わると思うんですけど、はい、これ分けるといいかもしれないね。なんかそうだな、いや、はい、面白い、俺すげえボイトレチャンネル出てるの嬉しいな。いや嬉しいっすね、僕も嬉しいっす、見るばっかだからもう子供したいこといっぱいあるの俺。公爵垂れてください、僕垂れてやろうかな、垂れてください。なんて言おう、じゃあ、まあまあでもこれに尽きちゃうけど、あ、はい、一つでも全然嬉しいですね。超交差して、あ、もちろんです。初期の話ですか。いやいや、未だにそうなんだけど、俺もずっと初期はこれに沼ってたことがあって沼ってたね、はいはいはい、まあ罠なんですけど、はい、脱力、あ、出た、脱力脱力、僕も最近ちょうど考えてました、脱力っすね。脱力って危ないですよね。危ないですよ、危ないよね、危ないです。俺はそれで苦しいんだから。ああ、その時期ありましたね。力んじゃいけない、ね、力を抜いて少ない息で、ああそうですね、いろいろあるけど、ありますね。あんま抜いてはいかん力もやっぱあるじゃないですか。そうなんですよ、ね、本当にそうなんですよ。入れるとこにはしっかり入れとかないと、本当にしっかり入れとかないと出ない、出ないですね、うん、あ、それ結構芯なんですね、最近の葉月さんの。そうね、一言で言うとというか、俺はもともとそのプルチェストタイプ、はいはいはい、超張り上げ、物理用語出ましたねプルチェストタイプ、いいですね。超張り上げ、もうわーって歌うタイプ、要はプル、引っ張る、うん、チェストを引っ張っちゃうというか、高音域的に地声で行くタイプのことをプルチェストって言うんですけど、地声で無理やり高いところまでこう持っていく。なるほど、声量超でかい、はいはい、枯れるみたいな。あー、なるほどなるほど。でまあツアー中に枯らすことが多かったから、やっぱこうダメージを少なくして、はい、より良いコンディションでツアーを回っていきたいよっていうところから、そうですよね、そのじゃあミックスボイスっていうのがあるらしいと、はい、でまあそのマホンともね、よく飯行った時喋ったりとか、はい、どうやってやんだろうねあれみたいなでその動画見たりとかすると、はい、やっぱりその息まないと、いや言いますよね、ね、まあさっきも言ったけどその息を少なくとか、はい、すごいそういうワードが入ってくる。そうですね、そうで、もともと自分たちはこう力んでるタイプだったら、そのプルチェストって形っていうのは力みタイプなんで、はいはい、あ、これダメなんだ、うん、抜かなきゃいけないんだって、確かに、で抜いたんだけど、はいはい、それで俺一回調子崩したの。あー、なるほどですね、リボーンの時ですね。ありますね、抜いちゃいけない力まで抜いて、はいはいはい、ヘロヘロになっちゃって、はい、結局だからでもどっかに力は存在してないと声って出ないじゃん。はい、でそれがやっぱ俺はここに来ちゃう。はいはい、そうですよね、めっちゃわかります。結局体から抜けちゃって、うんうんうん、体大事ですからね、うん、そうだから一番大切にしてることはその体の使い方、はい、ああ、必要な力は必ず入れる。めちゃくちゃいいっすねっていう。でもそれかな今1位は。いや本当そうですよね。でも、うん、なんか難しいのが本当おっしゃる通りで、力抜くだけだとここに来ちゃうんですよ、うんうんうん、なんか力はもう入れまくって僕いいと思うんですよ、うん、そうですよね。最近俺ライブ終わるともうお腹痛いもん。そうなんですよお腹が痛い本当にそう、腹痛い、腹腹筋しすぎた後みたいな。いや分かります、ね、分かります。なんかそうなんですよ。だけどその分こっちが楽なんですよ。そう、分散させてるみたいな感じですよ。そうなんだよね、力を入れまくるけどそれを分散さすみたいな感じで、うん、それをなんか世間一般で脱力っていうことが多いんですよね。まあそう、こっから逃がしてあげるっていうだけだよね。そうなんですよね。ここに力を入れるのはもちろんダメ。いやそうなんですよ、ね、だけど全身ヘロヘロももちろんダメ。そうなんですよね。そこがね、分かりにくい。自動してください訂正してください。分かりにくいです。いやそうなんですよね。いや分かるな。力みって一言に言ってもいろいろあって、いろいろありますね。そうなんですよね。だから力みを一個にしない方がいいっていうか、うん、なんかまあヘロヘロ、ここが入ってない声も力みだし、ここがなんか、うん、まあ、ある種こっちで行き過ぎてんのも力みだし、ね、要はちょうどいいとこ目指せみたいな話ですね。そうです、簡単によかった、まとまったそうだね、そんな感じですよね。そう、ちょう、もともとも力んでたけど、はい、そのプロチェスト時代ね、はい、でもまだいい力みだったね、そっちの方が。ああ、そうかもしれない、体ごと力んでるから。確かに、そう、確かに。でもその調子崩した後は、はい、ここだけ力んでるから、いやー確かに、一番ダメでした。確かに、そうですよね。それを経て、まあこう、戻せてきたみたいな。戻せてきた、まあまあ、ね、こう来てる感じですよね、うん、もう全然追い越したと思います。いや、そうですよね、うん、まあ、皆さんも学ぼうと思い出した時はもう、全然抜けてる。
そうですよね、うん、皆さんも多分もう全然めちゃくちゃ気づいてる方も多いと思うんですけど、うんうん、ライブとかでね最近見てくれた人はすごいわかるみたいな。そうですよね、うん、しかも面白いのが声質はいい意味であんま変わんないっていうか、うん、聞いた感じは、うん、本人は全然違うと思うんですよ。あそれこそ後でなんか信じて確かにね。そうなんですよ、うん、だから思ったほど褒められないわかりますか。めっちゃわかる。そうなんですよね。俺はめっちゃやってるからさ。いやそうですね。変わったでしょ変わったでしょって言うんだけど、まあ確かに良かった気がします。ざけんな。変わっとるんじゃん。全然ちゃうか。全然ちゃうっすよね。まあ、本人はね。だからまあ顕著に出てるとすればそのライブ後の MC とかでの声の枯れが全くない。はいはい。そういうところで出るかもしれない。はいはいはい。昔もガラガラだったから、ね、ライブの配信とかもそうですよね。そうそう。ガビガビでやってた。そうですね。楽屋とかお邪魔させてもらった時も、うんうん、たまに枯れてる時とかもありましたもんね。もうでもそれが当たり前だった昔は。ああ、そう。そう。それでね、もう20年近くやっちゃったから。いやいやいや。しまったな。いやまあ今はこうなんかいろんな情報がありますからね。そうですね。でもそうだから下手に。うん取りすぎるのも危ないんでね、あれもね。本当にそうですね。おだからちゃんと人に教えてもらいなさい。いや、本当そうですね。本当にそう。誰かに見てもらいなさい。そうすると、マジでそうですよ ね。自分では気づけないことがたくさんあるんで。うん、迷いの森に入っていっちゃうから、そのまま一人で歩いてたらね。戻れなくなっちゃいますか、ね。本当そうよ。ですよね。先生がいたらね、あ、それ違うって戻してくれるから、こうやって。そうなんですよね。それ、これ本当大事だな。しかもリアルタイムで。そうそうそう。うわー、素晴らしいわ。めちゃくちゃいい話が。俺だから困ってる人の味方になりたいから、ああ超困ったから、いやなるほど、もうここで全部話したい。あ、いいですね。いや、いいですね。いや、この救いの動画ですね。ねえ、調子崩した人の救済動画。あ、それめちゃくちゃ貴重ですよね。まあ、でもね、めちゃくちゃ貴重だ。まあ、いろんな崩し方があると思うけど、確かに。まあ、一概には言えないと思うけど、結局フォームが崩れてる場合が俺は多いと思う。あ、はい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 。でもフォームっていうのはその、この体勢とか、はいこういうことじゃなくて、あ、はい、まあ、体の使い方っていう意味でね、我々はよく言うけど、ね、そうですね、うん、全部まとめて、うん、シャウトにもやっぱ生きてきますよね、その辺って。もちろんです。で、はいうん、シャウトの例えば音量とかもいい意味で削減できたりとかするし、うん、その分負荷ももちろん逃がせるし、うん、結局そのシャウトとクリーンが僕も結局一緒だなってなってきてますよ。もうだからこれはさ、わからんでしょ。やばい。リスナーのみんな。こういうこと。賢者。これはダメですよ。これダメですよ。これダメです。あの一緒だな。わかりません、そんなこと。シャウトとクリーン一緒なわけない。ダメです。一緒なわけ。5年後一緒っておっしゃってるかもしれないです。いや、だからそれはもう神の話。神の視点じゃん。いやいや、神視点。すいません、すいません。なるほどですね。で、何がおっしゃりたかったんですか。いや、要はその。力が。そうです、そうです。体の使い方をちゃんとしてる状態というのは、まあ、そういう意味ではね、そうなんです、一緒ですね。クリーントーンの状態をちゃんとそのシャウトにも活かせるというか、うんうん、もちろんもちろん。ですよね。うん、なので、そうですよね、はいはい。クリーンだから力抜いていいとか一切ないです。そうですよね。さあ、これいいわ。これで多分、皆さんのみっちり分になったと思います。なったと思いますね。じゃあ、これ今ちょっとこう、相談してたんですけど、はい、響きについて。はいはい。なんかそのアハ体験じゃないですけど、うん、僕も割とそのタイプだったんで、うん、響きってなんだよ、みんなよく言うじゃないですか、うん、響きが大事だよ、特にね、そのミックス系の、ああ、そうですね、人はね、あれもなんかその曖昧なワードじゃないですか、はい、めちゃくちゃ僕もよく分かってなかったですし、倍音とかね、倍音とかドクターリーがよく言うやつ、倍音だよね、そうそうそう思いますけど、あれだって俺響きなんてものを歌ってて、はいはい、気にしたこと一回もない。わかります、ね。今までだよ。わかりますね。わかります。僕もそうでしたね。ドクター・リーのとこに、はい、俺が初めて、はい、ちゃんと行ったのが、はい、2023年の、はい、5月、はいはいはい、4月か5月なんですよ。はい、でその時に、まあ、レッスンこう受けてて、はい、葉月さんだ。響きがないですね。辛辣ですね。シャシャイ。響きがないです。言われて、ズバリ。響きって何と思って。切られました。あ、そうですか。はいはいはい、はい。声量とも違うしさ。あ、まあそうですね。ねえ。息の量じゃないですからね。声の大きさじゃない。響きって何？確かに。そう。で、その時は結局全くわからないまま。ああ、まあはい。はい。難しいですよね、そんなに気にしてもなかったんだけど、はいはいはい、最近になってようやく、うん、あ、その体って鳴るんだっていう、
ことが、そうですよね、分かってきて、分かります、それがここ半年ぐらいかな、半年も3ヶ月とかかな、はいはいはい、じゃあ結構タイムリーな話ですね。そう、まだでも全然操りきれてないけど、なんかそれを利用すると、はい、とても楽だということが確かに分かったし、音としても聞き心地のいいものになるっていう、本当そうです ね、でそれこそ倍音がこう豊かになるというか、そうですね、取り囲んでくれるというか、うん、ふわふわになるよね、ふわふわになるんですよ、ふわふわキラキラになるね、そう、本当にそうですね。あの僕が最近好きなのは鼻の後ろっていう、あー、はい、あれなんですけど、鼻の後ろいいですよね、これでも伝わりにくいかな、俺も、うん、他のボイトレの人と一緒になっちゃったな今この瞬間は分かんねえよそんなのみたいな、まあいいじゃないですか、段階がありますからね、なんかね、いわゆる鼻腔共鳴、鼻腔共鳴なのかなあれって、やっぱり、はい、分かんないんだけど、いわゆるそうですよ、ね、でも鼻に抜けすぎるとさ、今度はなんかこうね、良くないっていう言われがちじゃない、そうなんです、僕はそれを鼻共鳴って呼んでます、あ、鼻腔じゃねえよそこって、そうなんだね、こっちに抜けるわけではないです、そうなんです、そうなんです、いわゆるその鼻声みたいな、このものじゃないんですよね、そうものではない、そうなんですよ、結果そう聞こえることもあるかもしれないですけど、うん、本人はそうしてないんですよ、うん、後ろの空間を豊かに使って鳴らしてるんですよね、うん、鳴らしてるのもなんかよく分かんなかったですね、最初鳴らすってない、そう、まあ、イコール響きですけど、今は分かるようになったっていうか、でも一発では鳴らせないまだ俺、あ、準備時間がいるなるほど、それが、まあ、ライブ前日の、まあ、リハーサルだったりとか、はい、当日の、まあ、リハとかだったりで解決していくことが多いんだけど、あ、そういうことですね、じゃあ今いきなりじゃあその響きを持って声出してくれって言われてもちょっと待ちしたいね、なるほど、それは来年お願いしますでも準備があればできるようになったからね、いや素晴らしい、そうです、ね、去年は何言ってんのか分からなかったの、あーすげえ、うん、だそういう意味ではすごい進歩ですよね、うん、あとはまあ、はい、響きを作り出すのに僕が一番大事にしてること、はい、これはね貴重だ、教えたいというか伝えていきたい、はい、困ってる人がいたら、はい、僕はその鼻の後ろと、はい、丹田、あ、出た、へその5センチぐらい下のところ、そうですね、股関節の、ここ2箇所に、もう例えよ、はい、例えだと、はい、なんちゅう、はい、カウボーイみたいに鎖がまく、はいはいはい、引っ掛けるやつだ、あ、はい、なんていうの、忍者が登っていくとか、わかります、わかります、壁に登っていく、これ、ね、これね、はい、あります、あれを、これをこの鼻の裏にカシャンってまずはめる、あ、はいはいはい、丹田にもカシャンってはめて、はい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 、で、そこでそのゴムでこう引っ張り上げる、あ、まあまあそうですね、そうですね、みたいな、そうですね、下に下げる力、上に下げる力、こうなんかこういうバランスすごいを取るようにしてます、トレーナーだ、でもこんなのはまだ僕もね、その鍛錬途上ですから、いやいやいや、そのね、その神々から見たらまだこいつこんなところにいるのかと思うかもしれないけど、いやいやいや、その通りです、でもこれ役立つ人も多分いると思うから、いや、おっしゃる通りですね、まあこれ現時点でのね、いや、いいですね、僕の思い出としても撮ってきます、あ、確かに、はい、マップですね、あの時はこう言ってたかなっていう振り返りよりもなるかもしれませんが、絶対ね、今後も変化していくけどね、そうですね、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございますってとこで、あの葉月さんが、まあ、今までというかこの、まあ、3,4 年間ぐらいで大事にしてきたことだったりとか気づいたことっていうのを結構ズバリと紹介していただきました、うん、3,4 年やってきたって言ってくれたけど、はい、その中で人に習ってんのは俺1年だから、なるほど、ほぼ全ての変化はその1年で終わる、だから一人ならえ独学はあかん、説得力あるな、危ないよ、わかる、わかりますね、これが締めの言葉です、わかります、僕もずっとボイトレ言ってますもん、うん、結局、うん、分からんこともいっぱいあるんで、これボイトレあの促進動画では別にないんですけどないけど結局そうですよね、習った方がいい、絶対結局、まあ、習った方が間違いなくいいんですけど、うん、そうです、はい、受けばよかったと思います、本当に、あ、でもそれは本当にそうですね、はい、本当にそうです、それは本当にそう思います、はい、心からそう思うんですけれども、あのぜひ今回の動画も参考にしていただいて、してくださいね、本当にしてください、めちゃくちゃ勉強になったんで、うん、あの、いや本当に勉強になりました、こんな感じでですね、あの、はい、今回の動画良かったという方、グッドボタンと、あと葉月さんのチャンネルもですね、あの登録していただいて、僕のチャンネルもぜひ、登録よろしくお願いします、こんな感じで、葉月に関して語ってまいりました、ありがとうございました、バイバイ。